先月下旬から今月上旬までの間、南伊豆町と松崎町でトンネルの名前やデータなどを示した名板と呼ばれる看板4枚が盗まれ、警察が窃盗事件として捜査しています。どんな被害に遭ったのか、トンネルを管理する県の職員とともに事件の現場を訪ねました。南伊豆町の田面トンネルに来ています。こちらに盗まれた名板が取り付けられていました。私の身長が170センチぐらいなんですが、もう楽々と手が届いてしまいますね。被害があったのは南伊豆町メラの田面トンネルと白崎トンネル、松崎町の室岩堂トンネルです。田面トンネルでは北側の出入り口の壁面にあった縦40センチ横60センチの銅製の名板がなくなりました。多分なんか工具みたいなのを使って4箇所のボルトを多分外して、さらに多分この辺にコンクリートの枠があって、多分下に今落ちてると思うんですけど。あ、これですか。そうですね。あ、これがこう、このそうですね、枠に沿ってあったやつ。あ、なるほど。名板はボルトに加えコンクリートで周りに接着してありましたが、そのコンクリートが破壊されたということです。これは悪質ですね。そうですね、まあ、ちょっとどういう目的で盗まれたかが分かんないんですけど、まあ、そこまでやってこう取ってるもんですから、興味本位なのか転売目的なのかって、まあ、ちょっと困惑してるところなんですけど。田面トンネルの南側に回ると、北側にあったものと同じ名板が残っていました。これはマイナスドライバーがあれば誰でも外せるような、工具で多分締めてる時にはかなり工具でカチッと締めてて、で周りをこう枠をですねコンクリートでまた貼り付けてあるもんですから、まあ素人さんが普通に多分回しても多分外れないかとは思うんですけど。名板にはトンネルが完成した年や長さ、幅、高さの数字が刻まれ、維持や管理のために必要なデータを示しているということです。窃盗の犯人がいたとしたら、はい、ちょっと、犯人というか、なんか言いたいこと、そのままの形でまた戻してもらえればまたつけられますし、まあ、そういうことを祈りたいですけど警察は付近の防犯カメラの映像を確認するなど捜査を続けています。